嵐山カントリークラブは埼玉県引郡嵐山町に広がるゴルフ場である。東京都江東区深川の湾岸埋め立て地に1952年に開場した篠ノ目ゴルフ場は銀座や大手町から車で至近距離ということで人気があった。だが、1955年になり東京湾岸道路計画が建設大臣河野一郎から発表された。 篠ののゴルフ場を廃止して、東京都へ返還することが決定された。その代替のゴルフ場を計画することになった。一点先が検討され、理事長の元東京都長官、松井春は、長野県北作郡三代田町に計画。後に、大浅間ゴルフクラブを、1963年に、開場した。常務理事。 天野武雄は難航したが、現在地の菅谷村鎌形と隣接の共同山に決定した。1961年9月、初代理事長には天野が就任した。菅谷村鎌形は、秩父山地の麓で、標高50から70メートルの大地で、時川の上流には、京都、嵐山に似た渓流があることから、武蔵嵐山と名付けられた。コース設計は、 小寺リ寺に、以来、1960年11月23日、コースの工事が着工された。庄司の設計方針は、徹底した一グリーン主義で、一つのグリーンに、高来芝とベン芝を張り分けた、コンビネーショングリーンの採用で話題になっていた。だが、嵐山カントリークラブでは、経営陣は、二グリーンを主張して対立したが、庄司は二グリーンを承諾した。 1961年12月3日、コースは完成し、18ホールは仮解除された。正式解除されなかったのは、ヤーベージ不足の修正、グリーンの改造などに費やすること約1年間、翌1962年10月21日、すべての工事が完成し、18ホールのゴルフ場が解除された。コースからは、 秩父連山を見渡せるロケーションの恵まれた場所にある林間コースである。障子は兵庫県生に生まれ、米国プリンストン大学留学中に赤星六郎からゴルフの指導を受け、アマチュア競技大会で活躍した。戦後、ゴルフ界の国際化に貢献し、コース設計家として才能を発揮し多くのコース設計に携わった。 郵便番号355-0225埼玉県、引群嵐山町鎌形1146番地鉄道道路。ありがとうございます。